こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間伸之です。乃木坂46の久保志織さん、お疲れ様でした。2023年7月12日水曜日、この時間は私佐久間伸之が日本放送からお送りしてまいります。久保さん大阪だったんですね。全く気づかなかった。こんなすごいおっさんみたいなこと言っちゃうけど、昔ってちょっと大阪とかでのラジオ局からやるときも音質ちょっと変だったよね。昔のラジオってね、すげえ昔のラジオのこととか言いたくないんだけど全く気づかなかったね。日本放送で普通に打ち合わせしながらラジオ聞きながらだったけど、本当に座って、あの前回久保さんの写真集がね、あの久保さんじゃない、カキさんの写真集が出た時にサプライズで来られたじゃない。まあだから今日あんのかなとかと思ってたら、放送であの大阪ですって言われて、来週私に行きますっていう風に言われたんで、来週は私に来てくださるのも全然いいんですよ、久保さんね。ありがたい話なんですけど。ただもう本当、これ、乃木坂のファンの人も聞いてたら伝えてほしいんですよね、久保さんに。あの、どのカットが好きでしたかだけはもうやめてください。本当にお願いします。乃木坂のファンの皆さん、久保さんに伝えてください。あれは何腹かです。おじさんに、20以上上のおじさんに写真集を渡し、どのカットが好きでしたかって無邪気な顔で聞いてくるのはもうダメです。前回のカキさん、そう、前回のカキさんと久保さんがいらっしゃった時に、多分久保さんが聞いてきたんじゃないかな。違ったっけな。まあ、聞かれたんだよね。で、俺も本当に開きながら、その、だって写真集だから水着のカットとかもあるじゃん。ね。25個ぐらい下の女性のって言って、あの結果的に俺がまあそのまあまあちょっといい写真なんだが、政治的ないろいろなものを踏まえた結果言ったのが、この歯磨きをしているところがいいですねってそれもそれでだからさ、それもそれで俺帰り道さ、放送終わった後帰り道、あれの正解何だったんだろうなって、その若手芸人みたいなこと考えながら帰るわけですよこれなのでね、いやもちろんその、はい、だもしくはその急に渡すんじゃなくて事前に渡してもらって、で俺が触れてもいいカットとかそういうの全部、そう、付箋貼っといてほしいねはい。ということです。まあまあ来週来てくださるということで楽しみですね。災害級の暑さっていうワードをね、よく見ますけど、まあ、今日もめちゃくちゃ暑かったですね。いや、マジで本当命に関わる暑さで外出を控えるべきって感じでしたよ。だから、高校生とか、俺朝から編集とかがあって行くときに、で、俺はもうおっさんだから、もう今日はタクシーで行こうとか思っちゃうわけ。この暑さだから。と思ったんだけど、冬とか雨よりタクシー捕まんないからね。その、うん。夏の方が捕まんなくなってきてる。で、捕まったタクシーで、その、駅とかま、とか、あと編集所まで向かってる途中に、ちょっとその、これ熱中症なんじゃないかっていう高校生とかを見かけるわけよ。で、この間も、ちょっと体調悪そうな女子高生の人がいて、で、あの、でも、あれ今の女子高生ってあれなんだね。その、夏服で、日焼けが嫌だからカーディガン着るのってね。みんなカーディガン着てんのよ。夏服の半袖じゃなくて。それで日焼けが嫌だからそうなるわけ。で、結果、気持ち悪くてフラッとするみたいなのとかが起きてるらしいから、夏大変だよね。あと今の子供って夏に外で遊ばないのスタンダードなのかな。暑いから外出控えましょうって言われる日が来るのは想像してなかったもんね。俺も自分の子供が、今17なんだけど、10年前ぐらいの時点で、夏は遊ばせないようにちょっとしてたもんね。だ今もっとでしょ。いや、俺の子供時代の夏、またこの言っちゃうけど、基本的に一夏ずっとキャッチボールやってたからね。日が暮れるまで。本当に、福島で。俺未だに本当に覚えてる出来事があって、その、小4の頃の小6の近所のお兄ちゃんが夏、なぜかだよ。俺のか、今思うと想像だが学校で友達とうまくいかなくなったんだと思うんだけど、一夏俺を呼びつけて、二人でキャッチボール夏休み中やらされた夏があんのよ。小4の夏なんだけど。俺あの夏ほんと返してほしいんだけど、それが、その森田のお兄ちゃんが、あの、キャッチャーやんのね。俺ピッチャーやんのよ。思う、その、で、その人は多分、
そのキャッチャーやりたかったんだろ、そのあの友達たちと草野球で。で、その俺相手みたいな、小4の俺相手に毎回ノーアウト1・3塁とかって言うのよ。二人しかいないんだぜ。二人しかいなくて、ずっとな、そのシチュエーションに合わせて投げられるんだけど、牽制とかさせられるんだよ。二人しかいないんだぜ。で、延々と、ずっと、その、フォアボール出したら怒られたりしながら、一夏ずっと、一試合やらされたんだ。一試合。小4と小6のキャッチャーとピッチャーしかいないのに、一試合やらされるっていうのとかをやっても大丈夫だったからね。うん。まあ、幸い家でもエンタメが山ほどある時代ということで、おとなしく家で遊びましょうということで。あとエンタメのニュース、まあ、エンタメテックのニュースで言うと、スレッズの登録者が1億人超えてるってことですね。新しい SNS、ツイッターのというか、インスタと連携できるツイッターみたいなもんですね。で、マーク・ザッカーバーグ CEO は、スレッズの今後について10億人に確実に届けられると確認できたら、その時点で収益化について考えるってことで。さあ、どうなっていくのか。スレッドだから、あ、炎上しにくいように検索とかがし、できないようになってんだっけ。うん。その辺の対策ができてんだよね。って言ってるんだけど、ツイッターってやっぱ炎上もするけど、この謎の盛り上がりみたいなさ、何がバズるかわかんないみたいな状態だったりするじゃない。だからそれと違って今は、あのみんな、まあ、ツイッターの嫌な部分を見ながらのスレッドだから、ほんと品のいい状態にはなってるけど、それだと生きられない人もいる。川の流れが来て汚いところでしか生きられない人もいるからな。そういう人はある程度受け入れていかないとバズン、広がっていかないからそこ難しいよな。本当に知りたいのはみんなやった方がいいかやらない方がいいかっていうことでしょ、うん、みんなね。俺は、アカウントがなくなるのが嫌だから、もうさ、ノブロックでツイッターも、他もやってるから、それがなくなるのが嫌だから、登録だけしたのね。うん、じゃないと、アカウントなくなっちゃうから。だって、キンプリの平野さんの、が、インスタ始めたよ、最近。でも、平野翔のさ、アカウント全部取られてるから、その、平野配分なんとか配分とか、やっぱ、本人がそういう風にしなきゃいけないわけよ。遅れて入るとね。だから、もう俺アカウント変えたくないから、アカウントだけは取った。だから、欲しいアカウントがある人は取っておいた方がいいと思う。もう始めるか始めないかは置いといて。好きな名前でとか、本名でとか。うん。じゃないと、始めるときにもなくなってるから。で、あとインフルエンサーたちはもうどうせ始めるじゃん。うん。だってあれはさ、別に始めてさ、最初の、どんな SNS も立ち上がりの時期の方がフォロワー増えるから、ワンチャン勝負かけるじゃん、ああいう人たちはね。うん。で、別にやったとてなのよ。めんどくさいってだけでしょ。うん。だって、やったとて別にさ、マイナスはないから、別にやってもいいんじゃないかって黒歴史になる感じでもないだろうし。ただ、新しい SNS を始める人へのアドバイスは、様子見で始めるときも、アカウント名だけは適当に決めたらダメですよっていう。はい。まあ、メールアドレスもそうですよ。30年前、20年前か、俺がテレビ東京に入社した頃に、まだ、アカウント取ってない人たちが、やっぱり、スーパーまるまるとか。スーパー、ただ、小野田さんがスーパー小野田とか。うん、なんか、わかんないけど、岩みたいな顔しているって言われてるだけで、その岩っていうのが名字にも入ってない人が、ロックホニャララとか、そういう名前で、公式アットマークテレビ東京って取って、それ定年まで使ったからね。っていう事件が起きるから。みんな、アカウント名だけはね、考えた方がいいですよ。俺もツイッターがここまでスタンダードになると思ってなかったから、12年前に、ドブロックからノブロックでいいやって思ってつけちゃって。10年間ずっと本当にロックが好きです。好きなロックはって聞かれ続けてきたから。まあ、ノブロック。まあ、だから俺は開き直ってそれを YouTube とかに使ってるからいいんですけど。あと、ノブロックって言えば YouTube のノブロック TV なんですけど、これちょっと一個自慢させていただきたいです。4月から6月の YouTube 動画再生数ランキング。これ芸能人って言われるブロックらしいんですけど、歌とかじゃなくてね。ノブロック TV のドブロックが本気ネタ8連発。下ネタで笑いたくない二平ゆかの松本優我慢できるのかというのが、3ヶ月の日本の動画の1位です。1050万再生とかです。20分超えてるドブロックが下ネタ歌ってる。で、まあ、二平さんっていうね、まあ、言ってみればそこまで、まだ、バカ売れしてるわけじゃない。
女性の元アイドルの方が我慢してるってだけなんですけど、2位にダブルスコアつけてますから。2位が中田のあっちゃんのまっちゃん提言動画だからね。あ、そうか、うん、違うか。中田あっちゃんの動画だからね。で、もはや他人事ですよ。なぜかっていうと、再現性がないんですよ。なぜバズったのかはもうわからないっていう。だから、手に負えない息子が生まれたってだけです。だ他の人たち、映画チャンネルとか、そういう人たちは何本か入ってるし、毎月入ってんね、結局再現性があるから。あとはもしくはパーソナリティ自体に人気があるから。ジャニーノもそうだけどね。だからその人たちが何をやっても100万再生超えるんだよ。俺は1000万再生を叩き出した動画の次の動画、15万再生だけど。いや、マジかよ。そんなことある？ 1000 万叩き出した後だよ。15万再生で止まるんだぜ。チャンネルパワーはないんだ。毎回毎回動画のパワーで勝負してんの。こんなにさ、その、効率が悪いことある？頼むぜ。どんな動画も見てくれよ。なんかこう100万人ぐらいはさ、今125万登録なのに、なんで15万再生なんだよ。85万人じゃないよ。100万人見てないんだよ。いやー、マジで信じらんないよ。あとですね、今日はゲストが来るから、あんまり話さないですけど、星野源さんとオードリー若林くんの番組をネットフリックスでやります。もう発表されてるんです、今週。星野さんが昨日のラジオで言ってましたけど、ライトハウス、悩める二人6ヶ月の対話ということで、総合演出プロデューサーが僕がやります。若林くんと星野さんが去年の10月から月に1回会ってトークするっていう、で、それをまとめて出すから、6ヶ月のドキュメントみたいになってるのよ。なんかさ、6ヶ月間話し続けてと人って変わるね。この半年の間にだってオードリーって何があったって話じゃん。例えば東京ドームライブ決めたりとか。あとはいろんなこと。星野さんもいろんなことがあった。それが全部語られてるの間で。だから人間が変わっていく様が一気に見れるっていう、なんか社会実験みたいなのもあるし、単純に面白い。し、あととんでもないサプライズがあるんで、それは配信近くなったら発表すると思います。で、というですね、まあ強めの二人を取りまとめることが続いてるんですけど、そんな中の本当に強めの二人が今日ゲストに来てくださ、来てくださります。テレビ、YouTube、Netflix、Audible、Threads、そしてラジオ、お家で楽しめるエンタメはたくさんあります。先の楽しみもたくさんありますのでね、暑い日はお家で遊びましょうということと、いろんなことを楽しみにして生きていきましょう。それでは今週も始めていきます。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。テレビプロデューサーの佐久間です。本日のゲストをご紹介しましょう。極楽とんぼの加藤浩次さんとサカナクションの山口一郎さんです。こんばんは。こんばんは。お願いします。ちょっとその重みがある2人ですあとそのずっ喫煙所を楽屋代わりに使うほぼ喫煙所にいたじゃないですか。ずーっといた。ずーっといた。椅子持ってきてましたもんね。そう、椅子持ってきてもらって、喫煙所に入って。まあ、夜中だし、誰もいないんだけど、だってもう、お二方のマネージャーから全員いたじゃないですか。6人ぐらい喫煙所で楽屋代わりに使ってる。楽屋ってあったの、ここ。楽屋ありますよ。あ、あるんだ。隅にちっちゃいところがあるんだけど、あ、そうか。でも喫煙所なんかでかいんで。うん。あ、よかったよかった、それは。すげー吸っちゃったもん、たぶん。やばい話もいっぱいしましたけど、ね、聞かれたらやばい話。本当に。いや、でもこうやって3人で。でもね、はい、本当にオーディブルの、あれは、はい、佐久間くんありがとうございました。いや、ありがとうございました。本当に。アマゾンオーディブルのトンボと魚っていうのが今5話まで配信されていて、はい、あれしかもなんかあれだよね、1話が無料で聞けるようになってるんだよね、今ね。ああ、そうなんだ。今日ぐらいから無料で聞けるようになってるんで、このラジオ聞いた方は、無料で、今オーディブルで聞けるようになってると思う、ね。ああ、もうぜひ聞いてもらいたいね。1話目聞いただけだったらよくわからないかもしれないですよね。よくわからない。2話からお金がかかるわけ？でもね、アマゾンオーディブルもあれなんだよね、3ヶ月無料とかなんだよね、今。ああ、だから、それがあるんだ。まあ、登録期間の間にこんなの言っていいのか分かんないけど、まあ、聞けるは聞ける。うんうんうん。聞いて、だからアマゾンにハマってみんな登録して、登録してくれ、会員になってほしいっていうか。そうですね、そうですね。っていうのもありながら。いや、でも、だから佐久間くんとこうね、そもそもだって、本当に無理やり俺が言ってね。ああ、そうですね。やってくれたよ、あれ。そうですね。これ、
僕が、あの、真犯人フラグってドラマを秋元さんがやってた時、時期に。日テレでね。日テレで。です、うん。その日テレのプロデューサーが頼まれて、まあ、スッキリで真犯人フラグのコーナーをちょっとやるから。考察をみんなでしょ。考察をみんなでするって金曜日に。はいはい、はい。そこの回にだけゲストっていうか、レギュラーゲストみたいに来てくださいって言われて行ったんですよ。うん、で、行って何回か加藤さんとお久しぶりに仕事して、はい、僕15年ぐらい前からお仕事してたんで。はい。で、あの、そのコーナーが CM 中に入って、CM 中に出てくんですよね、うん、はいはいはい。あの、生放送なんで。うん、その CM 中とに入って、コーナーって一回だけある、その CM、うん、の時に急に、日本テレビのスタッフが全員見てる中、佐久間くんちょっと、頼みて仕事があるんだけど。ずるっ断れないやつじゃないですか、それ。だって、だって佐久間くんさ、CM 中に入ってきて CM 中に出るから、はい、だから裏でちょっと話してする時間がないわけ。まあそうなんです。俺はスッキリずーっとやってるから、はい、スタジオにいるから、はい、でその時間しかないじゃない。はい、だからもうぜひ佐久間くんにやってもらいたかったから、それで、だからアマゾンオーディブルでそういう話あるんだけど、ちょっとやってくんないかな、つって。いやいや、裏ではね。裏では加藤さん、うん、あのこのオーディブルの番組を一緒に山口君やろうよみたいな時に、はいはい、あ、いいっすね、どういうふうにやりますかさ、佐久間君行こうかみたいな佐久間君行こう、あ、言ってたよね、言ってた、佐久間さん、そんな言い方してないですよ山口君、佐久間君知ってる、おー知ってますよっつって、はいはい、NHK で一緒にね、さあ、あの、サッカーナクションの、まあ、あの山口さんがやってた番組にゲストで、うん、あの出演したこともあるし、ね、だからそれだから、あ、僕も知ってますよって言うから、うん、あ、じゃあ佐久間君でやってもらおうよって言ったら、いや結構やらしい言い方してましたよ、佐久間君行こうかみたいな言ってました俺そんな言い方してた、だからそこスッキリで誘うとは思ってなかったですけど、うん、そういうずるい誘い方するとは思ってなかったですよ、もっと正攻法で行くんだと思ってましたよ、だって人前でさ、日テレのスタッフみんないる前でだよ、はい、やってほしいことあるんだっつって、いやー、ちょっと忙しいんでできないですって言えないじゃんそれを言ってんのずるい、それが言えない、それを言ってんのと、あとマジで隣にいる森さん、アナウンサーの森さんが二度見してましたよ、うん、日テレの仕事だと思うじゃん、うん、じゃあオーディブルっていう、ね、オーディブルなんだろう、うん、オーディブルなんだけどさ、うん、って言ってて、でそのある程度話したところで、うん、残りの30秒ぐらいで、でも俺犯人誰だろうと思うんだって言い始めて、また真犯人フラグの考察に戻るんだよ俺そんなプロじゃないから戻れないですよあの仕事やんなきゃいけないんだと思いながら真犯人の考察しかも何仕事やるか言ってないからね俺ちょっと頼みたいことあるからまた来週連ドラみたいになってる毎回 CM 中にちょっとずつ頼まれるっていうそこから何回どのぐらい空いた1ヶ月ぐらい空いたのかな1ヶ月ぐらい空いて空いてあのまあ多分その山口さんと加藤さんが会う時に、うんお会いするそのタイミングの時に打ち合わせに僕が伺ったじゃその前あったじゃん山口くんとあの僕と日本放送の、うん、あの方と飯食ってる時に日本放送の方に電話してもらったじゃんうわそうだそれもずるかったっすよねそれもずそん時だ一番ずるい顔してたのそうだ、うん、山口さんそうですよそれが一番ずるいそうそうそう日テレでちょっとずつ何やるか言わないで、うんうん、俺にまあまあや、わかりました。なんかできる小切りって俺がふわふわ。スケジュールがまだわかんないから。逃げる感じ。ふわふわさしてる時に、あの、加藤さんからとかと、山口さんからの電話ではなく、うん、日本放送の営業担当から急に電話かかってきたから、出ざるを得ないじゃないですか、うんうん。俺マネージャーもいないし、あ、なんか俺の番組なんかあったのかな、うん、で、長井っていうその、日本放送の営業から、うん、あ、佐久間さんちょっと、なんか、加藤さんと山口さんのオーディブルを佐久間さんがやっていただけるって話になってるんですけどって言われたから、うん、うわ加藤さんそういう風に伝えたんだどうしようまだ決めてスケジュール分かんないから、うん、いやちょっとまあ言ったは言ったがまだちょっと分かんないんだけどって言って今加藤さんで変わりますねもしもし佐久間さんっていやそれ闇金牛島くんとかで見たシーンですよ、うん、急にそうだよねいやもう石原とさ作家の石原と山口くんと俺といたんだよねそうそうそうで日本放送のその方と、ねうんうん、飯食ってて電話しようぜっつっての電話して電話しろよお前って言ってましたで電話して佐久間君と喋ってじゃあやりますよっていういやもうそれはやりますよ以外ないんだけどいやいややりたい気持ちはもちろんあるんですけどね確約取ったんだよねずるいやり方でしたねいや本当によかったしかも蓋開けてみたら結構難しそうな企画ですもんねそうですねそうね、うん、加藤さんと山口さんだけじゃなくてその作家の石原さんっていう方が、うん、まあまあ俺たちは知ってますけど、うん、やっぱもう、テレビ界の大御所中の大御所というか、もう怖いんで僕らは。え、もうそんなになってる？そうですよ。インパクトっていう元芸人さんなんですけど、はいうん、まあもともとめちゃくちゃ面白い芸人さんが作家さんになられて、うん、
めちゃくちゃヒット番組作ってる作家。まあ、そうだね。テレビ番組1個も、ね、何個もやってるよね。何個も当ててる、うん、もう本当、そういうタイプの作家さんなんで、うん、鈴木治さんとかそういうタイプの、もうそのぐらい当ててる人も、もういてんで、だから、うん、もう怖くてしょうがなかったっす。打ち合わせに行くのが。ねえ、で、じゃあ打ち合わせしましょうって言って、はいはい、山口くんの家でやったんだよね。そう、うちでミーティングでしたからね、しかも、ね。うん。全部の打ち合わせ山口さんの家でやってるんですよ。そう加藤さんタバコ吸えるからっていう、ね、そうその理由だけで山口くんタバコ吸えるからいいんだよ、ベロベロっていいから、もうそう、それも意味わかんねえんだけど、なんで山口さん家なんですかって、いやここタバコ吸えんだろその高校の先輩が本当だよね、よくでもそれで成立したね。で佐久間くんめちゃめちゃスケジュール厳しかったでしょ。実はそうですね、うん、あのもう発表されたその星野さんとは、あの、若林くんの番組と、うん、あとは、まあ、この後発表されるトークサバイバーとかを、作ってる最中だったんで。うん、あ、ついやるんだ、トークサバイバー。そうそう、そう、うん。それの作ってる。あ、そうか。あ、それは申し訳ないことしたな。いや、俺らはさ、自分がねじ込んだんでしょ。いや、言ってくれればさ、もうちょっと時期ずらしたのに。いや。時期ずらしたら言ってもう、頑張っちゃうからな。佐久間くん頑張っちゃうから。だから、あ、まあまあ、頑張りました。何回もオフラインしたし。正直、本当に疲れてる顔してたもん。じゃあ、そうですね、収録を3回に分けてやったじゃない、はいはい、うん、2本撮って、3本撮って、3本撮ってって。はい、で3回やってるわけだよね、収録でね、はいはい。すげえ疲れてるんだって。今日なんかさっぱりした顔してんね。今日ね、めちゃくちゃ寝たんですよ。やっぱそうだ。あの、なんでかというと、まあまあ、1個大きな配信のやつがほぼ仕上がったんで、うんうんうん、今週ぐらい仕上がって、今日は全然普通に寝れたんで、うん。あー、顔全然違うもん。いや、めちゃくちゃ機嫌悪いのかなみたいな顔してたよね。目の下クマ作って。自分今日お酒飲んでから来てるでしょ。余裕すぎでしょ。俺も絶好調だよ、俺も。いや、だから。俺11時まで酒飲んでから。俺は、あの、逆にスッキリの時の加藤さんの、はい、まあその、ちょっと、やっぱ生放送だけピリピリもするかもしれないけど、疲れてるじゃないですか、スッキリの時って。そうですね、まあ、そう顔むくんだ感じね、ちょっと。そうだ、あったけど、うん、その山口さんのお家で久しぶりに加藤さんと打ち合わせする時の、うん、スッキリが終わった直後の加藤さんの、毎日寝てるぜっていう。顔ってね、本当だよね。顔出るよね。顔出ますよ、ね。出るよ。今日本当に、あ、俺の知ってる佐久間くんの顔になってれば。あ、本当ですか今日、うん。うん。ラジオ撮ってる時すげえ形相だったから。いや、でもそれは。すげえスピードでやろうとしてたじゃん。あの、打ち合わせとかもうちょっとやりたいに、回しましょうっつって。でも回すのみたいな、はい。そんな感じだったんだよ。だからケツあったでしょ、あれも。ケツはあった。ありました。一回目の収録ありました。二回目、三回目はなかったですけど、別に。すげえ焦ってんなぁと思って。あれが僕疲れてるっていうよりか、なんかこう、真剣にやられてんのかなって。ああ、そう見えた。結構その、緊張されてるっていうか。いや、それは緊張します。うん、だってね。俺も逃げるようにやってんなぁと思ったんだよ。そんなわけないでしょ。おいおい。逃げるようにこの、おい、酔っ払ってきたんだ、ブーさんが。いやもう、でも今日安心した。あの、全然違ってて。でもだから、俺本当に日本放送の方に聞いたんだけど、めちゃめちゃこだわってやってくれてるって言ってた。いや、あの、編集とかも、ね。編集。朝4時とかまでやってくださ聞かせてもらって、やっぱ本当に、1フレ、2フレとかいうのはね、1フレって何秒なの、はい、そうそう、あ、1フレが24フレとかで、うん、その、1秒とかなんで。1秒とか。うん、だから1秒。30フレで1秒か。うん。だからもっと短い。1秒の30分の1とか20何分の1ってことでしょ、はい、そのままで細かく切って、もう本当に面白く作ってっていうのを、あの日本放送の人に聞いて、すげえ頑張ってくれてんなって。いや、佐久間さんがこだわりすぎちゃって、つって、編集やるミキサーの人が一人辞めちゃったんだけど。実はでしょ、酔っ払ってんな。違うんですよ。何？それにちょっとだけ語弊があって、うん、あの、日本放送で入れてくれたミキサーの人が、うん、バラエティやったことないミキサーだったんです。ああ、そうだったんだ。はい。うん、で、最初上がってきたのが、うん、その、普通にラジオを編集する、うん、全部の間が詰まってる編集だったんですよ。うん、はい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 、ああ、なるほどね。はい、うん、尺に収めるために。なるほど、なるほど。これを、こうなったら全然笑うし隙間がない、うんうん、だから俺が紙に全部書いて、うん、書いてったら15ページぐらいにわたる直し表が出来上がって
で、それを見た制作会社の方が、うん、あのミキサー変えますと、うん、あのお笑いやったことある人探してくるんで、うん、って言って変わったって。ああ、そういうことか。はい、そうです。あ、そういうこと。伝わるって、人の伝わるのって本当にあれだね、伝わる方で随分変わんね。全然違うわ。もっと俺もう、佐藤君ぶち切れて、もう、ハラスメント的にやめてたら。違う。もっと朝のワイドショーのキャスターが何言ってんすか。いや、そうやって聞いてたから、ね。あ、そうそう。うん、でもそう、そういうことだったのね。で、その後はだからもう全部、うん、あの、新しいディレクターと、うん、前代未聞らしいですけど、大丈夫だと。俺がミックスの場所に行って、笑い声聞いて、あ、ここはあと10フレ下げないと、多分山口さんの笑いをもっと聞かした方がいいってやってたら、うん、30分編集するのに、もう3、4時間かかってる。うんうん、俺これ、あと6本とか7本やるのかと思って。そしたら、でもあの、うん、あの、お笑いやってことあるディレクターだったんで、うん、まあ今も全然、あの、2、3回のターンで出来上がる。ああ、そうか。だから、それ今5話まで配信してるんでしょ、はいはい、え、もう編集全部終わってんの？もう8話まで、最後まで。6話まで終わってて、うん、で、今週配信の6話まで終わってて、7話がもうその上がってるんですけど、7話と8話で、8話は、もうどっちかっていうと普通にフリートークに近いじゃないですか。うん、だからまあまあ、そんな心配してないんで。ああ、そっか。大事なところは、もうなんかコント的なところは全部ある程度出来上がった、うん。いや、もうありがとうございますだよ。ありがとうございます、本当に。でも山口くんも良かったよね。山口さんが、コントの芝居うまいっすよね。いやいやいや。すごいうまい。いやいやいや、できないっすよ。でも、佐久間さんの耳打ち、うん、あの、喋ってる時にこう次何喋ってくれ、はい、なんとかなんとかって言ってくるじゃないですか。うん、あれがなかったら僕できなかったっすよ。うん、あの、特殊な撮り方してるんですよね。したね。基本的には台本あって、うん、で、加藤さんと山口さんはアドリブなんだけど、うん、あの、僕が二人に耳入れてて、加藤さんへの悪口とかでもうちょっと足してほしいときは山口さんの耳にだけ俺が、うん、言うんですよね。そうそうそう。で、それってでも芸人でも対応できる人そんなにいないんだけど、確かにそうだね。山口さんに、その、加藤さんの、その、なんか、あの、不揃いの、あの、白髪って俺がポンって、ポンとだけ言ったら、そのやっぱ白髪の悪口ちゃんと綺麗にナイスタイミングで言ってくださいますもんね。いやでもね、うん、加藤さんが台本外れすぎるから、うん、その耳打ちがないと対応できなくなってくるんですよ。まあ確かに、ね、どうその加藤さんに丸め込んでいかなきゃいけないのかみたいな。俺もだから入っちゃうんだよね。いや本当ですよね。そのキャラクターに入っちゃうのよ、もう、うん、あのオーディブル内の、まあ、聞いてくれた人は分かると思うんだけど、はい、聞いてない方はちょっと分かんないかもしれないけど、あのもうとんで傍若無人な、そうもうキャラじゃない、はいはい、でまあまあ僕の根底にあるものにちょっとかすってるじゃない、はいはい、でそこにこう入っちゃうともう止まんなくなっちゃうんだよね、うん、でも本当にもうサカナクションの文句とかすげえ言ってたもんな。言ってた。サカナクションの曲体は分かりづれえとかお前が作る曲は分かりづれえとかあれ、あとでも分かる。あとで気づくの。ああ、これ、あ、サカナクションのファンが聞いてる嫌な思いするだろうなっていうのは、あとで気づくんだけど、もうしょうがないですよ、その時は。言っちゃってるからね。もうそう見えてくるから。いや、もうよくわかんないよね。見えてくる。お前の代表曲なんだって言って、うん、新宝島知らねえって。歌ってるからね。カラオケで先週歌ってたっていう。いや、でも楽しかったですよ。なんか久々に、なんかどうなるかわからない、うん、ヒヤヒヤする。いや、そうっすね。うん。だって、1話取ってから2話どうしましょうかって話してましたもんね。そうした。あの、2話こういうゲストが来ますけど、うん、このテンションで行っていいかとかって話しながらやってましたもんね。うん。で、そこで、なんか、いつものこうなんかルーティーン、レギュラー番組とかって結構ルーティーンで、普通に決まってたりするじゃない、うん、はいはいはい。でこのオーディブルはやっぱドキドキしたね。佐久間くんも寝てないからなんか目つき悪いし。で、山口くんも加藤さんどうしますみたいな感じじゃない、うん、でも山口さんは単純に、まずテンパってましたもんね、はい、ちょっとだけ。いや、テンパってますよ、それ。途中、でもその割にはめちゃくちゃ芝居うまかったけど。うん、うん、どう面白いのかと、うん、どうなるかがわかんないから。うん、その結局撮り終えても面白いのかどうか、どう受け取られるか分かんないっていうのが結構心配ではありましたけどね、うん、俺だから本当に山口くんがなんかこう内容とかどんどん知ってくと、あの、嫌だって言い出す可能性あるなと思って、はい、早く1話撮りたかった言わないでしょ、嫌だとか僕。いや、全部全容知ったら、そうですね、嫌だっていう可能性があると思って、もうまず1話取ったらやらざるを得ないじゃん。2話以降、うん、ちょっとカズさんって言いづらいでしょ。うんうんうん、それでも一気にやっちゃおうと思って。うん、で、いや、もうそれも全員にそのやり方で、全員にそのやり方で成立させてるじゃん。仕事ってこうやってできるかなと思って。もっと大人入れなきゃいけないのかなと思ったら、できちゃうんだよ。CM の後もこの後2人にいろいろ聞いてきます。
テレビプロデューサーの佐久間です。本日のゲストは加藤浩二さんと山口一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メール来てます。愛知県ラジオネーム、はい、エブリディエ月指。加藤さんってもしかしてどんな仕事でも佐久間さんにやらせようと思えばやらせることができるんですか？で今んとこそうだね。そういう気配ありますよね。うん、会えばね、会えれば、うん、確かに、うん、会えればね、うん、だからテレビ東京自体は多分無理だと思うのよ。はいはいはい、テレビ東京の中で。そうですね、局の上司が判断しますからね。そう、編成というのが決めてくるから。人事があるから、うん。今もだからフリーだから。そうですね。もう全然、ね。うん。やろうよ、なんか。いや、そもそも加藤さんの番組で最初のディレクター、若い、おぎやぎとか劇団一人とかの時にディレクターやってたけど、はい、先輩の MC で、番組持ったのは加藤さんが初めてなんですよ、僕。なるほど、なるほど。極楽でね。極楽で。うん、だから、なんかちょっとちょっとほんのちょっとやっぱお師匠さん的なところはあるんですよ、加藤さんは。あ、そうか。それを利用してんすね。そうよ。それやっぱり利用しない手はないでしょうよ。気ばっかりつけててもしょうがないんだから。で、忙しい忙しいっつって、他からやっぱり仕事をこう頼んだりすると、やっぱり NG だもん。だって普通のスケジュールだったら入れれないスケジュールだから、うん、佐久間くんのスケジュールは、うん。直で言ったら、ぶち込めるじゃん。それ狙いよ。ずるいなぁ、うん。このオーディブルの番組 で僕にもだって、いろいろ音楽作れてめちゃくちゃ言ってたじゃないですか。本当。歌えとか。あれ、トンボと魚の中にかかってる音楽、うん、ちょっとしたジングルも全部俺作ってました。そんなことそれどこにも発表してないんだよ、ね。どこにも発表してないのと、うん、あと山口さんと、山口さんのマネージャーさんかな、うん、まあ、別にこれは、半分冗談交じりですけど、うん、これサカナクションにこんだけ曲発注したら、うん、大変な金額かかるんですけどね。本当はそうだよね。そうですよ。そりゃそうだよな。なんかのタイアップとかで。そうそうそう。頼んだらとんでもない額かかるでしょ。ああ。歌えゼロでしょ、ゼロ。しかも歌えですからね。そう。新宝島でね。うん、まだ放送あれですけど。だけど。まあそういういろんなことは。いやで、ジングルも作ったでしょ、山口くん。で、まだオンエアっていうか、まだ放送、配信されてないけど、曲も作ってるからね。そうなんですよ。曲作ったり、替え歌歌わされたり、うん、後半ね。作っちゃえよ、みたいな。山内くん作れるでしょみたいな、うん。圧でしたもんね。でもまあ作るのが仕事だからね。まあね、うん。まあそうっすけど。でもそんなコンビニ行ってこいみたいな言い方するな、もう。いや、でも昭和とかこんな作り方だったんだろうね。いや、でもだから無茶な番組があったのかもしれないですから、うん。なんか全部今こうフォーマットも決まって、役割も全部決まってやっちゃうから、うん、で、例えばみんなにこうなんか本当に不満がないようにちゃんと作ってるから、はいはいはい、こう、結局こんな二人から俺不満言われると思わなかった。なんかみんな喜んでやってくれてんのかと思ったら、結構不安あったんだね。やっぱりしんどかった、曲作ってる。いや、しんどいってわけじゃないですけど、うん、やっぱりそう、中途半端なもの作れないじゃないですか、やっぱり。そうだ。うん、だってね、誰かに作って、山口一郎に作ってくれって言ってんすか。そうだよね。でもまあ。そんな簡単に作れない。世の中にとっての山口くんと、俺にとっての山口くん、やっぱもう違うじゃん。そっか。ジンギスカンおごってますもんね。ジンギスカン怒られちゃってるから、山口さん。そうっすわ。そうだよね。今日、いや、本当に、だから適当でいいよって言ってたじゃない。その適当でいいよって、そんなガチで作んなくていいよって。でも山口くん真面目だから、すげえちゃんと作ってくれちゃった。そりゃそうでしょ。気使うわ、こっちも。勝手に作ってきたみたいな。こっちも気使うんだよ。ちゃんと作ってくるから。あ、じゃあ、俺も適当にやってよかったのに、うん、何回も編集するなんて。そう、うん。ミキサーやめさせて。おい、待てよ。それは語弊を生むからな。それはだからもうちょっと楽でいいのになと思ったんだけど、本当に、だけど、いいのができましたよ。できましたね。うん、本当、もう本当に納得してます。山口くんの、立ち位置もそうだし、佐久間くんの編集も。それ、山口さん、最初、打ち合わせした時、うん、結構がっちりしたお笑いに近いようなものを作ろうかなと思ってた時に、結構心配だって言ってたじゃないですか。俺台本読めないかもしれない。うんうん、役者じゃないから、はいはい。とかって言ってたけど、加藤さんを、めちゃくちゃ切れて詰めるシーンがあるんですよね。4話ぐらいにね。うんうんうん、普通に上手かったですよ、本当に。でも加藤さん相手だったからかもしれないですね。俺が、普通、全然知らない人とかだったら、うん、結構難しかったかも。本音を言えるから。うん、俺あんな怒られると思わなかった。こんな組んだと思った。お前すっきりやめて髪染めてパーマかけて。
調子乗ってんじゃねえよっていうあのセリフが、あの、なんか、本気の気持ちで言えたってこと？あの、何パーセントか本気があるから。そうでしょ？何デイビッド・リンチ意識して髪パーマかけてるんだよ。俺本当に、俺だから本当に泣いたんだよ。俺本当に泣いたんだよ。確かに、元々のプランより泣いてましたもんね。ほんと泣いて、ああもうびっくりしたんだから。あと、あれ、ダニエル確かに、その時指輪つけてたじゃんね。小ギターね、指輪つけて。それ台本にないから。あ見たもん全部に、けなされてさ。まあ、ありがたいですけどね。いや、面白かったっす。面白かった。そう言ってもらえるっていうのはありがたいんですよ。うん。うん、ああ、まあでも、加藤さんの、こう、立場とか、年齢になると。そう。いなくなりますもんね。そう。だから僕のキャラクター性上なんか怒られるんじゃないかって、うん、若手芸人の子たちとか下の子たちは思うから、あんまいじられなくなってきてるから、うん、いや、そうだ。山口一郎だけはもう平気で俺のこといじってくるの。あ、俺嬉しいの、だからそれは。いないから。だからもうどんどん来てっていう感じはあるんだけど。でも心配になりますけどね。そう、はい、加藤さんの周りの芸人の方とかの、いるときに僕がな加藤さんいじったりすると、あなんかその後輩の芸人さんとかに、まあ、まあカリスマ性で後輩がそう、カリスマ性はないけど、でもなんかこういう調子乗ってんなって思われるかなみたいな心配ありますけどね。いや俺全然もう本当にありがたいのよ。で加藤さんと山口さんって出会ってまだ数年なんですか。そうよね、3年ぐらいじゃないですか、うん、3年とは思えない関係性ですよね。それ家に行ってる回数多いからあの STB ラジオでやってるな、加藤さんと山口くんっていうやつも、あ、はい、あの家でやってるから。あ、そうなんですか。そうです。1日8時間ぐらい回してるんですようちで30分番組ですよね、うん、8時間ぐらい回してるから友達になっちゃうんですよね。もう、ピンマイクつけてるのもう忘れちゃうんだよね。なるほど。あの、STV のやつは。だから、ほとんど使えないんですよ、話が、うん。これ使えねえけどよって、10分に1回ぐらい言うんですよ。だって、加藤さんと山口さん家で打ち合わせした時、僕が帰りましたけど、うん、じゃあ、その打ち合わせも終わったし、つって、うん、山口さんが料理作って飯食い始めましたね。なんか飲みます。お、ビールちょうだいっつって。で山口さんが厨房から料理とビール持ってきて、うん、で飲み始めて、うん、今度山口さんが佐川さんこれこの黒酢効くから飲んだ方がいいよ。結構にいいからっつって気使ってくれて。なんだっけあれ何モロミス。モロミス。モロミス。漏れなくみんな買ってる、ね。そう、あれすごい良かったから。めっちゃ効くんですよ。モロミス。ぐって上がるもんね、あれ飲むとね。いやもうそれは距離はすげえ近くなったね。なりましたね、うん、まあ、北海道の小樽の同じ出身で、はいはい、かつその先輩なんで。そっかそっか。だからまあそういう、まあ、中学校じゃない先輩後輩感みたいというか、そういうのはありますけど、ね、うん、なんでかな、不思議だよね。不思議ですよね。ミュージシャンと、ね、うん、芸人なのにね。何なのかな、分かんないですね。最初怖かったですけどね。嘘、怖かったっすよ。ああああって。まあ確かに。加えタバコで。そこ座れよ。ああって。本当に怖かったっすよ。今怖くないでしょもう。いや今さ怖くないっすよ。うん、でもまあ最初どこまで言ったら怒るのかなっていう。まあわかんないですもんね。ラインがわかんない。本当怒ってんのかなとか。うん、それはなんか ありましたよ。本当に怒ることないからね俺。いやよく電話的怒ってるじゃないですかうちで。それはね言っちゃいけないやつだよ。それ生放送で言ってるんですか、うん、田舎の先輩からキャバクラから田舎の先輩に行ったら電話あってな、お加藤浩次だぜちょっと変わるからっつって、うん、キャバクラの女性にね、はい、あの変わられて、はいはい、うわ本物だーとかって言われて、はい、すみません何屋さんにちょっと変わってくださいっつってちょっと勘弁してもらえますか。こういう電話俺本当に納得いかないですけどそれを山口さんの前でやってるテラスでバーベキューしながらあれはねあれはさすがに俺も腹立ったんだよね。あ、結構マジで切れてるところを見たから何度も、だからあマジで切れるところ見てからって怖がってるように言ってっけど、はい、あなた俺がマジで真剣な顔して電話してる顔をバッシャバシャ写真撮ったの。で後でほら母さんほらこんな顔してたよこれ切れた顔、切れた顔、あなたの切れた顔、ガチ切れの顔、うん、撮ってたじゃん写真。そうですけどね。あれぐらいでしょ、1回ぐらいでしょそれ。まあそうですね、うん、だからあれを見たから、うん、加藤さん怒ってるか怒ってないか分かるようになってきましたよ。あ、なるほどね。あの本当に金銭に触れた許せないことを見たから、あの芸事で笑いになるのは加藤さん怒んないんだなって分かる、ね、そうそうそう、何にもだよ本当に。それはだいぶそれで距離が近くなったのもありますけどね。だからあの STB ラジオは、はい、もう僕とか企画考えてないのよ全く。あ、そうなんですか。もう全部 100% 山口くん。
へー。当日、うちに来てもらうっていうルールだけで、うん、その日何するか僕が決めとくんですよ。あ、知らないんですか、加藤さん。もう全く知らないで、全部、山口くん任せで、山口くんが筋を作って、で、俺が乗っかるだけの。へぇー。で、うちでご飯食べて帰るっていう。ああ、その終わったらご飯食べて帰る。うん、そうです。うん、8時間とか9時間ぐらい回して、うん。で、なかなか帰んない時とかもあるんですよ。うん、ずっと酔っ払って。しかもマイク外してんのに、まだ帰んねえんだ。その時ってスッキリあるんでしょ、あった時期でしょ、あった時期もある。うん。もう普通に酔っ払って。だから、あ、明日絶対スッキリで顔むくんでんな、みたいな。うん。こんだけ飲んで帰ったら。うん。いや、楽しいんだよ。だって、何が出てくるか分かんないんだよ、料理。ああ、そっか。そう、しかも結構凝った料理。っていうか、俺、打ち合わせの時も気になってたんですよね。うん、なんかずっとキッチンの方から、ことこといい匂いがしてんなって。だから山口くんの同級生で安くんっているのね。はい。で、安が料理人なんだよね、もともと。元料理人で寿司屋の息子なんですよ。はい。で、それがまあ、うちのスタッフにいて、うん、彼がもう毎回、その、加藤さんが来るときにご飯を作ってくれるっていう。はぁ。この間、串揚げとかな。串カツ、串カツ。串カツ。うん、串カツとか家でやんのよ。自分でジューってやって。串カツもやったし、あと何やった？鶏鍋。鶏鍋。あと、串焼き、うん、焼き鳥。うん。あと、あれもやりましたよ。焼き鳥もだって。天ぷらもやりましたよ。天ぷらやったね。はい。天ぷらやったね。後輩の家に遊びに行って、天ぷら食わしてもらって、酔っ払って帰ってるんですよ。俺も、楽しみなんだから、晩飯が。いつも楽しみなんだから。でも仕事感覚ないっすよね。ないね。完全にね。ああ、でも二人の間ではそれ感じますね。すごい。だから、それ山口くんのこだわりだったの、うん。あの、スタッフとか入れないで最小人数で、普通の出る感じでやりたいって言ってて。うんうんうん、で、それは、だからそこが距離が縮まったのもあるのかもしれないね。そうですね、そうですね。あれディレクターがいてとか、うん、あの、なんかカメラマンがいてとかスタッフがいたら、ちょっと、距離はもうちょっと空いてたかもしれないよね。そうですね、うん。でも山口さんって NHK で僕番組出た時も企画ご自分で考えてましたもんね。そうです、そうです。だからやっぱ企画構成するんですね。まあでも、その、音楽に関わることだったらね、いろいろ考えれるんですけどね。うん、うん、音楽に関わる。ただあの番組で俺コントみたいにやらされたんだよ。ああ、その、あの NHK のやつですね。NHK のやってるに、母さんちょっとやってくんないって。はあ、で、あの、僕考えたんですけど、はい、加藤浩次魯山人ってやりたいんですよ。何ですよ、加藤浩次魯山人って。僕、音楽流すんで、適当に喋ってもらっていいですか？加藤さんが絶対知らないマニアックな曲をかけて、なるほど。で、それに対して、うん、その、感想を言ってほしい。加藤浩次魯山人は、すべての音楽を知ってるという、ね、設定で。設定で、全然変なことを言ってくみたいな。そういうの、そういうのやってるじゃない、俺。はい、やってるでしょ、俺文句言わないでやってるでしょ。やってくれてますね。やってるでしょ、はい、本当はあるんですか、その時の文句は。全然楽しかった。じゃあいいじゃない。すげえ楽しかった。わ、楽しめるものを提供しちゃうできるんですよ、すごいですね、コンテスト。佐久間信之です、ゲストは極楽とんぼ加藤浩次さんとサカナクションの山口一郎さんです。お願いします。メール来ております。ラジオネーム藤原元おスマブラ参戦。加藤さんと山口さんが出会って3年って聞いて腰抜かしました。どう考えてもメジャーデビュー前、インディーの頃から北海道で交流があったくらいのレベルじゃないと頼めないこと頼んでるのに3年早かったね、スピードね。早かった。距離縮まる。スピード早かった。友達ってそういうもんだよ。いや、だから、信じられないのが、だとしたら、俺と山口さんの方が長いんですよ。いつ頃？いや、だからもう結構前ですよね。6年前か7年前ぐらいに、その、あの、ソフトバンクの CM とか作ってる沢本さんって方がいらっしゃって、うんうんうん、その人と山口さんが、あの、仲がよろしくて、はい、食事会してるから、うん、佐久間さんご紹介したいんでって言われた時に、山口さんと妻夫木さんがいらっしゃったんですよ。そう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 。で、その時に呼んでいただいて、連絡先交換したのがもう4、5年前ですもんね。あ、じゃあ全然先だわ。そうですよ。そうなんです。佐久間さんの方が長いですよ、僕。だから、今日、あれだよね。長さじゃないんだよな。不思議だよ、人間って。仲良くなると不思議じゃない？そうですね。まあ、そうですね。うん。3日とか4日でも仲良くなるやつもいればさ、うん、10年前に知り合ってても全然距離縮まんない人もいるじゃない。うん、だからなんか あったんだろうな。同居っていうのはでかいっすよ、やっぱり。
うん、俺は関係ないけどね。ずるいなよく言うくせに。よく言うくせに。山口さんって、でもその企画構成全部するじゃないですか。はい、そうすると、もうその、やっぱ、俺もずっとサカナクションのライブ行ってて思うんですけど、うんうん、どう考えても採算取れてないライブばっかやるじゃないですか。いや、だから、本当に、お金にならないです、音楽。何回ぐらいライブ行ったことあるの？いや、もう新木場コーストの最初の頃ぐらいからで行ってると、もう十何回行ってますよ。マジで、めちゃめちゃ来てくださってる。俺一回しか行ったことない。マジかよ。しかも自分出た時ね。一回聞いたことないんだよね。俺ステージなんか見てましたよ、加藤さん、うん、俺の初めてライブ見てる時の姿。2階席から、2階席から、うん、適当に手叩いてました、ね。適当に手叩きやがってと思いながら俺歌ってましたから。よく見てんね。見えますよ。いや、この そういう意味ではやっぱり佐久間くんの方が好きだわ、サカナクションのこと。ひどいな、ね、まあほとんど言ってませんよ、僕ね。来てくださってますか、ね、すごいね。でももともと好きだったんだね、会う前から。あ、そうです、そうです。もともと好きで、もともと好きなのを、うん、あの、その普通にライブ行ってるのを知ってる方が、うん、あの呼んでくださって、だから、はい、楽屋とかも行ってたの、その時。いや、楽屋とかは、まあ、多分その時はまだ楽屋じゃなくて、サカナクションの皆さんがなんか関係した時に来てくれてた時。あ、そう、うん、だからまだその要はブレイク前かもしれないですよね。うん、そうそうそう、ね。ああ、そうなんだ。来てくださってた。スタッフの人とかバーっとなんか広場みたいなのが集まってて、うん、ホールみたいなところに、うん。そこに僕らが行って、今日はどうもありがとうございましたって言って、一人ずつ挨拶したりとか、まあそこで終わったりとかするみたいな。そうそう、ライブ後になってたんですよ。あ、そうか。じゃあ長いんだ、結構。まあ僕は単純にファンとしてっていう感じですけど。うん、でも山口くんとか、ファンからしてたら、とっつきづらい人だと思ってなかった？いや、思ってました。だから俺、うん、その、呼ばれた時も、はい、正直好きなアーティストって、うん、あって嫌なやつだったら嫌だな。本当わかる、それ。ありません？正直。ありますね。次ある。だから別に俺はファンだから別に会いたいわけじゃないんだよって言うけど、気回して呼んでくれる人いるじゃないですか。うん、その時思うんですよ、うん。マジ嫌なやつだったら嫌だな。いや、わかるわかる。本当わかるよ。だってもう嫌いになりたくないから、ね。なりたくないから。うんうんうん。わかる。でも俺もだから最初、会う前、だから『スッキリ』のロケで初めて会ったんだけど、うんうんうん、その前は、北海道会っていうのを吉村とかでやってて、あ、はいはい、で北海道の、東京で頑張ってるミュージシャンの方とか、うん、芸人とか、役者の方とか集まって楽しく飲みましょうっていう会をやるっつって、で、はい、当然山口くんにも出せっつって出したの、招待状を。で、遠山っているじゃない、グランジの。はい、遠山と知り合いだったんだよね。そうそうそう。で、遠山経由で山口くんに、サカナクションの山口くんに、北海道から来ませんかって遠山が言って、嫌だっつったんだよ、ね。そう、行きたくないじゃないですか、そんなの。ああ、まあ、ね、本当まあ、要は、まあまあ、知らない人たちがつるんでると思って。そうそう、だし、北海道の大先輩って言ったら、グレイさんとか、うんうん、大黒摩季さんとかいるんですよ。絶対行きたくないじゃないですか。なんでだいや、絶対行きたくないでしょ。楽しいだろ。いや、だって面識ないし、大先輩すぎて。そこになんか俺が行ったらずっとお酒ついてなきゃいけないでしょ。いや、だからその話してなかったじゃない、はい、で、俺、グランジの遠山から、いや、山口さん行きたくないっつってんですよね、って。なんだ、あの野郎。呼びつけといて。なんだよ、来りゃいいのになぁって。いや、ちょっと、とっつきづらい、うん、気難しい人だと思ってたの、俺。あ、でも僕もそう思ってました。だってあのライブ見てたら、はい、やっぱ、ね。研ぎ澄まされてるし、計算されてるし。うん、ボソボソ喋る人だと思ってました。こんな笑う人だと思ってた。こんな笑う人だと思ってた。ギャップ萌え、ギャップ萌え。で、それで、『スキル』ロケで初めて会った時に、すっげえなんか気さくで。いや、そうなんですよね。あれ、あれってね。俺もびっくりしました。作戦だろ、それ。作戦とかじゃないですよ。あとめちゃくちゃ喋れるっていうか、フリートークが面白いんだよ。あの音楽やってる人、フリートーク面白いはずがないと思ってたの。本当だよ。でも、ちゃんと音、オチがちゃんとある話してくれるから。してくれるんだよ。だからそこで距離縮まったっていうのはあるのかもしれないね。ギャップ萌えにやられたってことですね。そういうこと、そういうこと。そうですよ。本当びっくりした。でも本当そう思われるんですよね。だから僕、ミュージシャンの友達とか全然いないんですよ。へぇー。全然いないんですよ。いいじゃん、古舘くんの息子。あ、古舘裕太郎。古舘一郎さんの息子さんね。息子さん。はぁ、ミュージシャンやってんのよ。あ、知ってます、知ってます。古舘さんから昔教えていただきました。ああ、そうなの、はい、なぁ。俺友達いるじゃん。まあ、一人か二人しかいないですよ。なんでそれもやっぱ、音楽作ってる。干されてんのか、音楽。干されてるかもしんないけど。干されてるんだとしたら頑張りましたよね。サカナクション。いや、でも結構言われるんですよ、先輩とかから。フェスとかの楽屋とか行くと。あ、そっか。だって、フェスの鳥とかやってるわけじゃないですか。ヘッドライナーしか最近やってないんですよ、俺。うん。あ、マジそうか。そうですよ。うん、そういう意味では。大御所か。大御所ですよ。自分で言うのもなんだけど。でもサカナクションマジだって、ロックインジャパンの大鳥とかじゃないですか。それでなんで。
そんな友達少ないんですか。いやだから、いやだから音楽にはうるさいんだよ。だから俺ら芸人とか佐久間君のバラエティ演出家じゃない。はい。そういう人には全然いいんだと思う。なるほど、なるほど。音楽に対して本当にうるさいから。じゃあヘッドライナーだから。うん。カッコつけてんのか。違う。ヘッドライナーだから入りが遅いでしょ。カッコつけてんだ。入りが遅い。ヘッドライナーだから、あっちから来いって。ダセーな。俺が待ちだろって。ダセーダセー。俺が挨拶行きたいんだね。我慢して。待ってんだろ。じゃあ。ヘッドライナーだから、フェスの後半に行くわけですよ。そっか、みんな、ライブ終わった後に、そう、僕が入って入るわけですよ。そっか。で、終わった頃にはみんな帰ってるから。ああ、だから、そういうことか。ヘッドライナーって寂しいんですよ。ああ、そういうことね、行きませんからな。ケータリングとかも終わってるから。じゃあもう本当になんか、残りかすか。残りかすっていうか、確かに俺、ロックインジャパンの裏にちょっと仕事で行ったことあるけど、みんな、終わったアーティストの皆さんがビール飲んだりしますよね。そうそうそう。始まる前の人たちは、ちょっと緊張してるじゃん。そうだね、飲めないよね。ヘッドライナーだと、打ち上げとかも特になく、入って、そうそう出てくしかないから。そうそうそう。で、僕は終わった頃にもミュージシャンみんな帰っちゃってるから。うん、だからもう誰もいない。じゃあトップで出ればいいじゃない。トップ今のサカナクションが明るい時間、うん、友達が欲しいから、友達が欲しいから、ケータリング食べたらいやいやレーザー出したいから、だってヘッドライナーの人ってさ分かんないよ、俺はそういうフェスのルール分かんないけど、サカナクションヘッドライナーですって言われるわけでしょ、はい、そしたら、すみません僕らトップで行きますって言うのありでしょ。いやなしそれダメなの。そこはやっぱり、まあ、あとレコード会社とかもさっぱ、うん、そういろんなところが、いやサカナクションはそのトップでは出したくないってあるんじゃないですか、やっぱ。だってまあ周りはね、周りはでも山口一郎が、僕は本当に友達とケータリング食べたいっていう、1年だけ全てのフェスに友達が欲しいから、それで誰とも友達できなかったら最悪じゃないですか。来年それやれよ、友達が欲しい。来年サカナクション動くでしょ多分、うん、動きますよ来年はね、はい、動きます。でそれやればいいじゃない。やだよ、やだやだ。ヘッドライナーがいる、やっぱり鳥か。いやヘッドライナーじゃなくて鳥が好きなのか。トップバッターで出て、トップバッターで出てずっとケータリングのとこにいるんでしょ。次終わったミュージシャンにこう取り分けてあげて。バーベキューやりたい。そこまでしなきゃいけないですか。俺友達で、山口一郎めちゃめちゃいい人だってなるぜ。なんないっすよ、逆に。気使われるもん。確かにね。山口一郎。なんで俺はケータリングを襲ってなきゃいけない。誰と友達になりたいの。誰と、うん、友達、うん、普通にはならないか、まあ、関係性がないけど、興味ある人とかっているんですか。ミュージシャンじゃなくてもいいよ。ミュージシャンじゃなくても、うん、あれ、新しい学校のリーダーズ。マジで、友達になりたい。お、この間初めて会ったんですよ、僕。鈴鹿ちゃん。あの子やばいっすね。あの子面白いね。いや、面白いし、なんか久々になんか、ああいう人見たなと思って、光ってる人。ものすごい長く活躍するだろうなと思いました。あ、そう。だから話してみたいなと思った。うん、でもそれ全然実現するんじゃん。全然、だって加藤さんがね、一発電話すれば。それがあの子スッキリに、そうで出てましたよね。そうそうそう、うん、マンスリーの MC で出てくれてたから。いや見てましたよ僕も、三好さん、はい、そう、聞いてみる。いやいいですよ、なんで加藤さん通じなきゃいけないんですか。大丈夫ですよ。自分でできんの。いや自分でしなくても、自分でなんかできねえだろ。だから友達いないんだよ。だからもうこの年まで友達いないんだよ。うるさいな。余計なお世話だっつってんすよ。確かに、ヤスと俺しかいないんだから。確かに俺も紹介されるとき、その電通沢本さんが電話かけてきてくれたから、佐久間さんにはちょっと会いたいって、興味あると山口さんが言ってるって言ったけど、うん、やっぱ誰かいないと電話できないですね。そうっすね。そうだね。そうかもしんねえ。だから言うから、いやでも加藤さん通じたらややこしいから、いつ他の人頼む。何ややこしい。いや、ややこしいでしょ、だってそんなことしないでしょ。なんかその力を使った感じ。そうそうそう、力使った感じになるじゃん。もうちょっとこっち、同じ業界だから、こっちの業界から行きますよ。あの子そんなの全然気にしない子だから。何知ってんすか。本当知ってんすか。うん。鈴鹿ちゃんのこと。鈴鹿ちゃん全然気にしないから。もう全く気にしないで、その生放送でもバンバン言ってたから。別に大げさに、なんかこう、変に大げさにはしてほしくないんですよ、俺は。いや、何をしたいんじゃ。いや、自然な形でいいじゃないですか、別に。自然で会える。いや、そう、あなたアクション取れんの。いや、同じ業界だからチャンスある。あなたアクション取れませんよ。いやいや、結構会うから。あなたなんか取らないよ。いやいや、会うから。すれ違っても、すれ違っても、です、みたいな。鈴鹿ちゃんって言えないでしょ。男子校から大学に上がったやつです。女と喋れない。
いやでも大丈夫大丈夫、もう一回会ってるから。本当、うん、あ、じゃあいいよ、じゃあそうそうそう、何かあったら言って俺。いやもう余計なことしなくていい加藤さん、本当にめんどくさくなるから。いやこれする可能性あるよ。いやうわ最悪だなそれ、もうよ逆にダメだ。明日とかどうする、誕生日とかに連れてきたら。それうわもう最低な行為するわ。そのまま俺帰るから俺。最悪だ。そういうんじゃないですか、と興味があるだけだ。あ、うん、そう、そう、どういう、ね、気持ちでやってるのかなと。あ、でもこれから友達作っていけば、佐久間くんだって芸人さんもいっぱいいろんな人も知ってるしさ、まあ、多そうですね。山口一郎を友達作る期間にすれば。いやでも外に飲みに行ったりしないから、ご飯食べたりとか、ね、外食しないんですよ。だから友達できづらいっていうのもあるんですよ、うんうん、う家に来てくれる人が友達になっちゃうから。あ、うん、だからじゃあやっぱ加藤さんが、うん、家に呼ぶしかないですよね。そうだね、うん、誰かをね、誰かを呼ぶしかない、うんうん、じゃあ毎回呼ぶか、誰か俺の知り合い。いやいやいいっすよ、知らない人でしょ僕の。知らない人って何、知らない人家にあげたくないもん。吉村とか。あ、吉村さんはなんか、いや大丈夫ですよ、面白いなと思って、うん、あの仲良くなりそうだ。どうなんですか、フワちゃんとか。フワちゃんなんかすぐ来るよ。フワちゃんなんかすぐ行きますよ。会ったことないし、分かんないもん。山口さんの家に行けるって言ったら、フワちゃんなんか喜んできますよ。うん、もう2秒で配信してるよ。即家バレしちゃった。いや、フワちゃんさんはちょっときついな。うん、あ、そう、うん。じゃあ、それは。でもね、こうやって佐久間さんとか石原さんとか、うん、はい、こう一緒に仕事して、うん、こう仲良くなっていくっていうのが一応ベストじゃないですか。あ、なるほど、うん、そういうのがいいですよ、うん、無理やり。佐久間くんの LINE とか知ってんの。あ、知ってますよ、電話も、はいはい、おー、知ってますよ。おー、じゃあいいね。そうです、石原は、佐久間の石原は。あ、この間交換し忘れたんですよ、うん、石原さん。いやもう後半、うん、山内一郎に友達を作らないと、トークしちゃってもうエンディングになってる。マジで。そう、もちろんお時間です。ずっとメール読んでないじゃない。はい、改めて加藤コーチで山口一郎、トンボと魚は第5話まで Amazon オーディブルにて独占配信中で、今週7月14日金曜日に第6話が更新されます。そして本日7月12日より、エピソード1のみ Amazon ミュージックでもお聞きいただけるようになりました。Amazon ミュージックのアプリをダウンロードすれば、誰でも無料でお聞きいただくことが可能ですので、ぜひこの機会に聞いてみてください。ということで、お二人いかがでしたでしょうか、本日は。いやー、もう楽しくやらせていただきましたよ。でもこれ Amazon オーディブルのやつ、本当に1話から本当聞いてほしいですね。はい、うん、8話で30分ぐらいで短いんで、バーッと聞けるから、バーッと聞けるからと。面白い、ね、途中で聞くのやめないでほしいですよね。うん、うん、あ、花澤香菜さんにひどいことしてるところ。2話だねそれ。2話で諦めないでほしい、うん、最後までいろいろ展開するんでね。そうそうそう、はい、あと山口さんからちょっとお知らせがあるということで。はい、はい、私ですね、この度9月6日にリミックスリアレンジアルバム懐かしい月新しい月ボリューム2っていうのを発売しまして、はい、それのツアーを僕が10月19日から全国10都市を巡るツアー。忙しくなんね。でも一人でやるんですよ、僕。サカナクションじゃなくて。そうですよね、一人ツアー。アコギとかいろんなことやりますけど、うん、でもちょっと僕療養してたじゃないですか、うんうん、だからサカナクションに復帰するために一回ちょっとリハビリじゃないけど再起動するのに一人でちょっと歌うステージ立たせてくれっていうわがままで。療養中にやる仕事じゃないですよ、トンボとサカ。療養中のスタートとしてやる仕事じゃないよ。カロリー高かった、ね、カロリーの高いロケコントみたいな。あんなでぶっ倒れましたからね。でも本業をやるわけね。そうです、はい、やります。だからぜひね、足を運んでいただけたらと思います。はい、ということで、また遊びに来ていただきたいと思います。今日のゲストは極楽とんぼ加藤浩二さんとサカナクションの山口一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではここで一曲、サカナクションで朝の歌。テレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしております。加藤さん、山口さん、お帰りになりましたが、楽しかったですね。あと俺も8本もう撮ったんで、とにかく関係性が出来上がってるから、その何話しても大丈夫っていうので気楽で楽しかった。でもこれで初めてサカナクションの山口さんがあんなキャラクター知った人いるんじゃないかな。好きになっちゃうよね、ほんと面白いし、うん、俺も本当になんかお会いしていっぺんに好きになった方なんで、はい。ということで、明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘いラブレター。明治は季節のイベントごとにチョコレートの楽しみ方を発信しているということで、このコーナーでは季節のイベントごとの企画をリスナーから一行の企画書にして送ってもらいます。今回のテーマはラジオです。1枚目です。神奈川県ラジオネーム、たこ焼き定食大盛り。顔の知らないラジオパーソナリティの似顔絵を送ってもらう。想像似顔絵。あー、そうか、これいいね。まあもちろん俺らの世代の代表的な想像似顔絵は伊集院光ですよ。
もちろん。で、あと電気グループもそうだった。会ったことなかったから。あ、ピエール滝ってどんな人って名前だけでね。っていうのもあるし。昔だったら多分俺もそうじゃない?昔だったら絶対そうでしょ。いきなりテレビプロデューサーの佐久間ですって言ってきて、誰だみたいな。うん。それはあったな。岸谷五郎さんとかもそうだからね。売れる前の役者さんだったから、だから俺たちが高校になって、ラジオが先だったから。それで岸谷さんの顔して、こんなに怖えのって思ったもん。ラジオネームたこ焼き定食大盛り。47都道府県を移動しながら、その地元のラジオにメールを送り、全都道府県のラジオにメールが採用されるまでの期間を争う。日本一周ラジオ旅。うわー、これ以外に面白そう。いつ終わるかな。あとはだから、その地元のラジオのどこを狙いに行くかだよね。コミュニティ FM だったらすぐなんだけど、それは許されないんだとしたら、逆にその地元のラジオの間、もターゲットが決められてんだったら難しいよね。ああ、いいですね、これも非常に。島根県。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦。ここからが繊細な作業なんだ。黙ってろ。よしよし、いい子だ。このまま言うこと聞いてくれよ。よーし。と言いながら、ラジコのシークバーを聞きたいところまで秒単位で調整する、ハリウッドのハッカー。わかる?ラジオのシークバー難しい。ラジコのやつ。あー、わかるわ。リアルタイムでオープニングは聞いてて、寝落ちした時あるじゃん。そん時に、ここまで聞いてたなって見込みで行くときに、いやー、ここ聞いた話とかってあるよね、それね。うん。東京都ラジオネーム、伊達メガネ正宗。1年生の時は B チームで着実に活躍して、2年生で A チームに呼ばれて頑張ってたけど、3年生になったらまた B チームへの降格を告げられた。三四郎のオールナイトニッポンみたいな、俺の野球部生活。あ、そうなんだ。ああ、ジャンプの漫画みたいな。ああ、そっか。千葉哲也の漫画みたいなことなんだな。三四郎のオールナイトニッポンの物語って。東京都ラジオネーム前年投手選手コピーマン。今にも逃げ出しそうなパーソナリティの真珠を、ブースの外でミキサー宅に肘をつきながら見守る、怒り言動。きついラジオだな。でも、これは別にパロディとかじゃなくて、実際このぐらいのラジオ多分あるよね、きっとね。事務所から やれって言われて、まだ喋る自信もないアイドルのパーソナリティとかやってて、事務所の人とか外でこうやって見てるっていうのはありそうだもんな。福岡県ラジオネーム、なんだこの鳥。盛り上がってくると、ラジオブースごと上下左右に360度回転しながら放送する、ルナシー深夜のオールナイトニッポン。あー、深夜のあのドラムね、ドラムソロでしょ?これめちゃくちゃ面白いな。続きまして、ラジオネーム、風気味の元気マン。これまでの長いラジオの歴史の中で、数々のパーソナリティが挑戦したものの、上げることができたのはたった一人のみだった、伝説の花粉。あ、エクスカリバーみたいなことね。じゃあ、ほとんどのパーソナリティが話せなかったってことだろうな。滋賀県、春はあけぼの、僕はのけもの。初めて花粉を触って、こいつ、動くぞと、ウキウキになる、アムロ。あ、伝説のカフあげたんだな。ニュータイプしかあげられなかったんだな、これ。あ、そっか。ガンダムのコックピットの中だったんだな。茨城県ラジオネーム、ガンジ、須川。ブースに連れを次々に連れてきて、俺たち最強、誰でもやってやんよで終わる、ヤンキーのオールナイトニッポン。あ、パーソナリティとかじゃねえんだ。ヤンキーのオールナイトニッポンなんだ。タイトルコール。ヤンキーのオールナイトニッポン。あ、そうか。俺たち最強。ヤンキーのオールナイトニッポン。誰だ。クソつまんなそうだな。あー、つまんなそう。ということで今週は以上。今週のベスト企画メールは、いろいろ面白かったんですけど、これにしようかな。福岡県ラジオネーム、なんだこの鳥。盛り上がってくると、ラジオブースごと上下左右に360度回転しながら放送する、ルナシー深夜のオールナイトニッポン。
このベスト企画を使用した明治とのコラボツイッターキャンペーンも行っております。詳しくは番組ツイッターご確認ください。コーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に今週は明治の佐久間激推しセットとしてチョコの詰め合わせをプレゼントします。ヤンヤンつけ棒、プッカ、プッカイチゴ、オランジェットパウチ、すべてをセットにします。夢のセットですね。僕も全部好きです。めちゃくちゃ美味しい。ぜひお楽しみに。なお商品の到着には1ヶ月ほど時間をいただく可能性があります。ご了承ください。さて来週のテーマは夏休みです。あ、でもこれラジオ面白かったからラジオまたどっかでやりたいですね。ラジオの日以外でも明治のチョコのプレゼントもございます。企画書お待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されております。過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。そしてハクナでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。メール来てます。岡山県ラジオネーム魔法の言葉ウンバブ。加藤さんって多分近くにいたらだいぶ厄介だけど、でもああいう人がいるからいろいろ回るんだよな。まあでもね、ぶっちゃけそんな厄介でもないよ。うん、いや本当にそんな厄介な人だったらやっぱ朝の情報番組17年勤め上げられないし、あのね、でもね、なんだろうな、壁は破ってくれるんだよな。だからあの壁破ってくれないと山口さんと僕でも入って、ね、なんかできなかったから、そういうタイプの人ではあるね。だそれがだからさ、カリスマ性なんじゃない。だっておぎやはぎにお前ら二人メガネかけろっつったのも加藤さんだしさ、あと論文にお前金髪と赤にしろっつったのも加藤さんだし、そうやって人の人生変えてけるから。あと普通さ、まあ、こんなこと、まあ、これ本人が言った時に言われればよかったけど、相方にあんなことあったまま自分がトップでいて最終的に相方も戻すみたいなことできないよ、そんなことね。っていうのはありもあるなと思いますね。あとはだから山口さん面白い、あのトンボと魚って加藤さんの今日やったキャラクターちょっとトンボと魚に近いキャラクターやってくれてんだよ。ああいうめんどくさいのを何倍も増幅した加藤浩二っていうキャラクターが俺と山口さんをどん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 振り回していくっていうラジオコントみたいな。それがラジオコント、普通のラジオだと思ったらラジオコントでひどい目になってって、それがどんどんドラマになっていくみたいな感じで、まあやってきてるんで、興味あったら見てみてほしいな、なんていうふうに。あ、そうだ、あとね、なんだったっけな、俺今週、桜坂のラジオかなんか聞いたら、桜坂だったような なんだったっけ、俺もネットニュースで見てから聞いたんだけど、ラランドの単独ライブ、竹本さんっていうメンバーの方がラランドの単独ライブで隣に俺がいて、その俺に話しかけられなかったって話のフリートークをずっとしてたんだよ。あのノブロック TV とあちこち踊り見てるから好きだったんだけど、話しかけられなかった話をしてて、あの佐久間さんに謝りたいって言ってラジオ終わってたから、うん、本当謎のラジオだったんで別に謝らなくていいですよってのと、あの一応聞きましたって、こっち越しか、うん、聞きましたっていうことだけもお伝えしたいな。なんかそのあのファンを通じて最終的に俺に回ってきた時に、俺に謝罪するラジオやってましたって言われて、いや俺なんかしたっけなと思って聞いたら、まあ、そんなラジオだったんですけどね。あの竹本さんめちゃくちゃお笑い好きだという、ね、ことらしいんで、まあ、どっかでお仕事できればなとは思いますね。あと、ライトハウス、うん、まあ、来週またじっくり話したりするんですけど、一発目がね、星野さんと若林君が全く売れてなかった時代のあの高円寺、2人とも住んでたから、そこの喫茶店で撮ったの。で1個だけまあちょっとね、もう面白い話があって、それは別になんかあんまり関係ないんだけど、俺たちは偶然ロケやりやすいところを選んだのね、その喫茶店をね、高円寺の。そしたらそこが本当に偶然、若林がマエケンさんに呼び出されてよく説教されてた喫茶店だったんだよ。そこでスタートしたの。だから若林くんがいろんな思い出がブワーって出てきて、すごいこうなんか暗黒時代の話から普通できないトークがそこで生まれて、その番組の方向性が決まっていったってのがあるんで、そんなようなところから始まるものなんで、そちらもぜひ興味あったら聞いてみてほしいなっていうふうに思います。極楽とんぼの加藤さんと山口さん、非常に面白かった、一瞬で終わったなって感じだったんで、聞いた人もそうだったんじゃないかなと思います。
トンボと魚はもともとコント番組をちょっとやりたいっていうところからスタートしてああいう番組になったんで、またなんかどっか別でお二人とは仕事したいなって気持ちもあるし、あとはまあ何よりトンボと魚も8話はフリートークだね。で今回もフリートークだったじゃん。あんなに面白いっていう、うん、思ったの。あんなに面白いならフリートークでもよかったなっていうでもコントやりたいって後から始まったからな、またフリートークでもどっかやりたいなと思っております。そんなことで、まあ、トンボと魚ライトハウスとかありますけど、まだまだ解禁できてない仕事とかもありながら今進めているので、楽しみに待っていただければと思います。野郎ども港に別れを告げろ、ようそろテレビプロデューサーの佐久間信之でした。